はい、ちのでアートカミオンの、芸術で、概念の3つ目のストーリーですね。さて腹いっぱいってことだし、なんとか重い大阪さなくちゃ。でもどうすればいいかな。荷物にね、重いを乗せるんだ、走るんだ、それが大事なんだと言われてるけど、その重いってやつが見つかんないわけですよね。亀の子より年の子、おばちゃんに相談してみるか。おばちゃん、はいよ。見つかんないものがあるんだけど、どうしたらいいんだろう。うせものね。それならどこかで願をかけてみればいいんじゃない。困った時のなんとやらって言うでしょ。うせもの、なんか違うような気がするんだけど、たまにはそういうのも悪くないのかな。どうしようか。まあ行ってみるか、せっかくのチャンスですからね。気分転換だと思って願をかけに行ってみるか。そしたらやっぱりやっとか。ここは知る人ぞ知る大宮のマイナースポット、叶えてほしい会。かわいいね。紙に願いを書いて、あの妙な会の像、像なのか、の中に入れると願いを叶えてくれるらしい。叶えてほしい会と叶えてほしい会をかけたダジャレってやつだ。どう見てもご利益があるとは思えないんだけど、遠くまで行くのは面倒だし、ここで過ごしとくか。それでいいのかい。行きますように。とりあえずお願いを紙に書いて、おさい銭は 5AP でいいかな。あ、おさい銭いらないのか。じゃあ一応手だけ言っておこう。どうか見つかりますように。思いが見つかります。あれ、俺この子だっけ。真似しないでよ。はい、今見つかりますようにって真似したでしょ。これはただ思いが見つかるように顔を描いたんだ。そのスケベ面して思いだな。ひどい、ひどい。これはちょっと待って、お前何言ってんの。軽薄な願いで私の大事な願いを汚されたくないってことよ。ねえ、ゆっくりバスでいくらもそだ。だって最低だとか言いたい放題ですよね。これはすごいね。みんなのおかげだよ。みんながいてくれたから俺は天下一人だ。俺が一人じゃね、天下を取れないですよ。よし、久しぶりに朝としてしょう。
これは夢を見た感じだ。これで勝ったことにします。で、今日ここまでです。また次回。